はい、こんにちは。おお。綺麗。綺麗やな、めっちゃ。はい。今めっちゃ綺麗な。ガッチャになるやな。あ、ガッチャになるんですか。ガッチャ病なの。へえ。ガッチャ病で。なんか話は聞いたことあります。よくゆうすけさんのブログとかにも。めちゃめちゃガッチャン強いんですか。撮影してたら、はい、ヒロシに乗らして、はい、ガッチャンって聞こえるぐらいガッチャンぐらい。へえ。これ一応直してから収めるねっつって。なるほど。でもいいよね、ここまでやってもらえたらね。そうですね。新車やん。あ、新車じゃないよ、中古車やけど。あ、これこの間売れたっていう中古車ですか。そうそう、ちょっと遅くなっちゃってるんだけど。なるほど。いいよ、全然待ってよって聞いてくる。原因なんなんですか、ガッチャン病は。フロリア。え？がどうなってるんですか。まあ、物が悪いって言われてた。おお。これさ、はい、カウンターをちゃんとこのやってる。いや、そんなにこの作業しないですか。あ、そっか、はい、で向きとさ、芯の順番とさ、はい、いいやって、はい、分かるよ、大体分かる、大体分かるよね、はい、そうっすよ、そんな感じよ。ピンね、あの、はい、シフターフォークの、はで、結局ここを変えるのよ、はい、これが急ぐのな、はい、はい、ここすか、これとこれが、はい、で、これ外さないか、もう一個これが外しづらいの、一番なんかミッションで 1,2,3,4,5 に並んでないっていうこのなんていうのね、よいしょ、こうかな、マジで取られるともたもた、めっちゃもたもたする。ここでもだけいけ、よいしょ、いける、いけました、じゃあカウンターね、じゃあね、で、何が違うってさ、はい、前回の以上やったんだけど、この、まあ、こっちにあって、こっちやん、で、この、まあこれ、在庫あるんだけど、常に、ギアの、へぇ、やばいやろ、はい、で、まあ、これが、要は対策品って言われる部類のギアになるんだけど、はい、アンドリュースから出てるね、はいはい、で、はい、何が違うっすか、何が違うっすか、何が違うっすか、色、あー色違うね、色違うね色の他にもちょっと違うところがあります。間違い探しです。え、色の他に、うん、なんかこの削りの感じですか。そう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 、当たりですか。当たり当たり当たり、削り方違いますよね、ここ、うん、そう、こことそう、ここそう、当たりだ、当たりだ、すごい、や、そう、でまあ、あと刃の大きさも違うんだけど、あ、ギア、それありだったんですね。ギア比がね、ちょっとね、変わるのよ。車体だから同じギア比じゃなくて。へぇ、そう、その分だけ。摩耗とかではないんですね。ん、どういうこと？なんかこっちの方がちっちゃいのは摩耗してるからとかではなくて。あ、じゃない、ギアの刃数が違う。ああ。そう、刃数がね、単純に。へぇ、それは、その、あれだね、製品としてね、クロスギアになるもんで。はい。で、ここが斜めになっとんのよ、ここは。
はいはい、平らじゃん。そうです、元ついとったやつ。そうで、ガッチャン何かっていうと、このさ、このギアがさ、はい、しまっとこうか、ギアがさ、はい、要はさ、こうなってさ、こうなった時で、はい、ギア、あで、後からエンジンが回り出してからガンと入るのがガッチャンなのよ、はい、滑らかに入らないですね。そうそうそう、インサートで、それが何かっていうと、ここのもうほんのわずかの多分バリなのよ。あこっちもそうだけど、はい、そうで、対策品はさ、ほら、角が落ちて、はい、滑らかに入る、滑らかに、そう、角落ちてるもんでさ、当たってもさ、ツ、はい、ンと入りやすいのよ。そういうことですね。入りやすいようになってて、はい、結構そういう細かいところで変わるもんなんですよね。あと、このこっち落ちてんじゃん。はい。だからこれがストンと行きやすいです、ね。そう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 。ここに引っかかってもパンって入るのよ。ああ。でもこれね、ショベル自体これなのよ、ギア。そうなんです。じゃあスポーツになってから。そう、なんでか知らないんだけど。ショベルならないですか。え？ショベルならないってことっす。まあならないんだろうね。だってこれなってるもんね。はあはあ。そう。なんでなんと思いながら、落としてくれやと思いながら。へそう、こんなんでなるっていうさ。ああ、でもちょっとしたことなんですね。そうそう、ちょっとしたことでさ。ベスパとかもなんかギア抜け、本当にちょびっと角が、なんか舐めてるだけで、ギア抜けしますもんね。うん、そう。で、ギア抜けはさ、この返しやん。はい。この返しがさ、やっぱこっちの深いよね、対策の方は。はい、こっちの方が浅いやん。わかる？あ、そうですね。ね、はい、こっちの方が深いやん。で、これで、これはさ、返しがついてるもんで、かかった時に、その引っかかりが強くて抜けないよね。抜け止めだよね。そう。で、これに、まあ、基本的に変えてあげるっていう。なるほど。ただそれだけで。この対策なんですね。そう。ただここまでが遠いよね。そうですね。まあ、遠いっても知れてるけど、左でできるけど、慣れた人がププってやれば。っていう、ただギアがだけ。ね、1枚3万ぐらいするな、これ。え、マジですか？ギアだもん。はい。うん。ね。っていう。ありがとうございます。話でした。ありがとうございます。本日の撮影をしてくれたのは、ザス。何屋さんやったっけ？七五屋さんっす。これギア1個入ってますけど、こういうもんなんですね。そう。そこはね、厚縫いなのよ。メインドライブギアね。それ抜くのはね、またね、スプロケット側の、要はスプロケットが止まってるギアや。そう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 。最後の出力ギアだよね。さあ、鈴鹿屋、今日は俺午後からしかも車検なんだわ。マジっすか？マジで絶対きついっすよ。鈴鹿行った後やばいっすね。いけるっしょ。まだ若いもん、まだ26やし。どういう計算でそうなるんですか？Thank you.
皆さんこんにちは。これ落ちてんだもんね、うん、これちょいちょい切れなかったの裏側が垂れてきたやつが落ちてんだ。そうです。おお、いやすごいやろこれやっぱり嘘みたいだな楽しんで、はい